こちら婚活界のカリスマ荒木直美さん。これまで成立させたカップルはおよそ2000組。そうしてついた異名は婚活界の瞬間接着剤に歩くカップル製造機。どんな男性が来るかね、期待してるかもしれませんけど、竹内涼真は来ません。で、私の皆さんへのアドバイスは、考えるな、感じろ。ぐいぐい参加者を盛り上げ、3月の静岡市での婚活イベントではマッチング率なんと驚異の 50%。 ここチャンスだから、はい、話したくて来ましたっていうのがもう一番いいから。そして今回第2弾となる浜松でのイベントに参加する一人の男性に密着。結婚への切実な思い、しかし出会いに恵まれず、結婚相談所に入会したものの費用ばかりがかさむ日々。まあ、40万50万ぐらいですかね。何に対してお金を払ってるんだろう。今日のエブリィ静岡特集は人気の婚活イベントに潜入。カリスマコーディネーターと結婚したい男性に密着。カップル成立なるか。自分らしさを出せるように一生懸命頑張ります。今の時代の婚活というか、結婚したい方にとっては家と会社の往復ではもう出会いはないんですよね。だからその危機感を持って行動してほしい。もうそれを私たちが全力で応援するだけなんですよ。婚活界のカリスマ荒木直美さん54歳。その驚異のマッチング率に全国各地の婚活イベントに引っ張りだこです。婚活はもうハートの筋トレなので、やっぱり場数を踏めばそれだけハートがこう強くなって、こう今後の人生にも役に立つんですよ。今日も私がビシバシ鍛えたいと思います。今回は静岡県が主催する婚活イベント、参加希望者が殺到する中、抽選で選ばれた男女それぞれ19人が参加。そのうちの一人、中山陽介さんに密着させてもらいました。中山さんは焼津市にある父親の実家に一人で暮らす32歳。趣味は断捨離と熱帯魚の飼育という心優しい癒し系男子です。やっぱ20後半から30代、まあ、30代になったらやっぱ周りがやっぱ結婚し始めちゃったんで、そういうところから意識し始めましたね。中山さんは理学療法士、静岡市内の介護老人施設でリハビリを担当しています。優しくしてくれるもんね、ありがたいです。ついでにいいお嫁さんを探してくださいって。おばあちゃんたちからは絶大な人気の中山さん。しかし結婚を意識するような女性については、出会いはそうですね、基本的にもう高齢者になっちゃうんで、まあ、若い人との出会いっていうのはないですね。以前中山さんはかなり高額な費用がかかるある結婚相談所に入り婚活を行っていました。まあ、40万50万ぐらいですかね、1年で、はい。しかしその成果は、相手の好みに、まあ、僕が合わないっていう形になって、そのやっぱ拒否されちゃうとか、うまく全然進歩しないような、会えないでおしまいです。多額の会費を支払ったのに女性と会うことすらできなかった中山さん、今回のイベントにかける思いは大きいようです。やっぱり、期待してるところとしては、やっぱその自分の好みの女性とお話ができたりとか、まあ、最終的にそのなんていうんですかね、マッチングすればすごいベストかなって思います。今回中山さんが参加する婚活イベントは県と市町が運営する富士の国出会いサポートセンターの企画。実は今少子化対策として静岡県は結婚のサポートにとても力を入れているんです。昨年1月にこの、出会いサポートセンターを立ち上げて1年が経ったわけなんですけれども、目標としてました15組の、婚姻数は達成できまして、はい、今も順調に交際を進めていただいているカップルもいらっしゃるので、荒木先生のエネルギーを借りて、多くの方が新しい、一歩を踏み込んでいただければいいなというふうに思ってます。
県を中心とする自治体が主催ということで、安心感があり参加費も安いため好評で、これまでの1年間で190組のカップルが誕生。さらに結婚に至ったケースは18件にも上ります。そして先月24日イベントの日を迎えました。緊張と期待を胸に参加者たちがやってきました。そこには中山さんの姿も。緊張しますけど、まあ自分らしさを出せるように一生懸命頑張ります。変に固くならず、リラックスした状態を維持して、そのコミュニケーション取れればなと思います。イベントはまず男女別にカリスマコーディネーター荒木さんが婚活テクニックを伝授。中山さんも真剣です。男性陣にまず言いたいのは、先延ばしはもう自滅の刃、もう落っこちてないよ。今出会いはどこにも売ってません、それはどうしてかっていうと、もう家と会社の往復ではもう出会えない時代なんですよ。真剣な面持ちで荒木さんの話を聞く中山さん。するとレクチャーの後、荒木さんが中山さんの元へ駆け寄ってきました。なんかニュースの増田君に似てるって言われない？言われない。まっすーです私ね、当たって砕けるでいいと思うのよ、その1回や2回、3回か4回で決まる話じゃないから。でもその自信をなくして心が下向いてると絶対いい婚活にならないから、心上に、あ、なんかいけるような気がするって思って挑んだ方が絶対いいと、やれる、そしていよいよ男性女性が顔を合わせてのイベントがスタート。中山さんも緊張している様子。最初はお見合い回転寿司、全員がそれぞれ19人いる異性全員と話をしていきます。魚飼ってるから、その辺のアクアリウムってところで自分の趣味としてやってますね。そうですね、まあ、今熱帯魚もいるし、まあ、メダカとかもいますね。一人と話せるのはたった3分。しかしあと何を喋ればいいんですか。すごい緊張しまくりで、いや今日やばいなと思って。中山さん、かなり緊張している様子。しかし会話する人数が増えるにつれ、トークも軽快に。理想はやっぱり、そのなんだろう、意見交換をしっかりできる。いい話し合い。尻に惹かれるとかそういうのがよく聞くじゃないですか。どっちか権力がある。そういうのはなんかできれば避けたいな。そう、僕は介護施設で、おじいちゃんおばあちゃんにリハビリをしてるような。と目線の高さが特に重要で、言葉遣いです。変に硬くなりすぎると、まあおじいちゃんおばあちゃんでもやっぱ硬くなっちゃうんで。当たって砕けろ。荒木先生の助言通りに積極的なトークを展開。いつもの笑顔が戻ってきました。そしていよいよフリータイムと、ここで荒木さんが中山さんに声をかけます。どう、絞り込めてる？はい。あ、そうなの？で、その今言った人にもいいなと思ってるわけ？そうですね。じゃあ最後にいいなと思ってる人には番号を書きますのでお願いしますって言える？あります。そしてフリータイム突入。中山さんは自ら動き、積極的に話をしていきます。そして書きませんね、お願いします。今回は第三希望まで書いて提出します。果たして願いは届くのか。いよいよ結果発表。カップルが成立した男女は番号で呼ばれます。中山さんの番号は19番です。ペアがですね、7組誕生いたしました。おめでとうございます。男性の方は4番、5番、7番、13番、15番、16番、17番です。以上の方は残ってください。中山さん、残念ながら今回はご縁がありませんでした。
ダメじゃない、ダメじゃない、ダメじゃないんだよ。あの書かれてたんだけど、はい、そのね、すれ違いで書いてくれてたんだよ、はい、だけど他の男子に負けちゃった。だから選ばれてないわけじゃないんですよ。そこがすごい大事なところだから、はい、大丈夫ね。今の気持ちはどうですか。いや、もうやっぱ内心複雑な思いが強いですけど。でも選ばれて書かれてたんだよ、はい、そ、まあ、その結果を知って、うん、あちょっと安心感っていうのは、うんうん、ちょっと高まりましたね、はい、今心はどっち、上下。上です。よし、すごい嬉しい。ハス、諦めなければ大丈夫だから。頑張ります。はい、頑張れ、はい、上ね。よし。